鍋球、壊れる。ああ、壊れちゃった。そりゃ打たれるわなって顔。鍋球神の音は別に普通に吹けたな。西武ファンこの展開でも帰らずにいるのほんますごいと思う。もう怒り通り越して呆れてるってのがわかる。終戦、豆田は毎回失点してんな。どうしたらええんやこれ。ケチョンケチョンだな。何笑てるんや。猫や、オフ中日の上林と DeNA の増田陸の元ホークス選手を取れや。全員クビにして最低年俸で再雇用しよう。毎回三塁に行かれすぎだろ。当たれば飛ぶ藤原に前進守備とか。そもそもフロントは豆だって名字の選手が一流選手になると思ってるのか。普通に考えたら指名しないよ。ロッテには永遠に勝てないな。送球すらできなのかよ。本当にプロかこいつら。本当にポップフライマシーンだらけ。西武を応援するより有意義な日を送ろう。豆だとかもういらんよ。通用しないから今年は残り2分な。勝てる試合を取れないと、結局その後は惜しいところすら行かない。金払って日曜のナイターで蒸し暑い中応援してこれはねえわ。何度と見に行かないレベルだわ。2番で打線切れるなら3番以降を詰めたらいい。なんか定型的な打順に関わってる感じがある。一応つひどい試合だった。8番9番はトレード組にすればいい。松原はスタメンきついけど。ご視聴ありがとうございました。